皆さん、こんにちは。妙隆寺住職の水野です。ご縁に感謝いたします。この動画を見ていただきましてありがとうございます。この動画を見ていただいている方の中でですね、えー、原因不明の病気や長引く体調不良、また長引く精神疾患、えー、そしてまたあまりにもね、良くないことが続いたりとか、えー、ご自分の兄弟や そして、親御さん、そして身内の方などにね、あまりにも良くないことが続くと、そういったようなことで悩まれている方がいらっしゃいましたら、勇気を出してですね、一度当人にご相談してください。当人は私で4代目になりますが、初代の時代より、皆様のね、そういったあお悩みの解決するためのお手伝いをしてきております。きっとお力になります。